はいどうも、GO!NO!GO!GO!TV です。今回はこちら、仮面ライダージオライドウォッチシリーズ、デラックスビルドライドウォッチを使って遊んでいきたいと思います。はい、ということで、ついに新ライダーの季節がやってまいりました。今度の仮面ライダーは仮面ライダージオということで、今回は先行販売いたしました、こちらの仮面ライダービルドのライドウォッチということで、デラックスビルドライドウォッチを使って、音声確認なんかをして遊んでいきたいなと思っております。一応今回こちら単品遊びもできるような感じで、なんか仮面ライダーエグゼイドの時のガシャッとみたいな感じになっているっぽいですね。いやもう初めて触るものなんで、どんな感じなのかすごい楽しみなんですけど、まだベルトの方は1ヶ月先なんでベルトとの連動音声とかそういうのは聞くことができないんですけど、単品でどのような感じの音声がなるのかっていうのをちょっと遊んでみたいなと思っております。もしガシャットの時みたいにちょこちょこいじって、いろんな音声が鳴れば楽しいなと思っております。一応なんかちょっといろいろ見てみた感じでは、エグゼイドの時のゲーマードライバーは、ほんとゲーマードライバーの方から音声鳴らずに、全部ガシャットの方から音声になってたみたいなんですけど、今回のこの仮面ライダージオのこの時空ドライバーっていうみたいなんですけど、変身ベルトは。今度のこの時空ドライバーは、時空ドライバーの方からも音声が鳴って、こちらのライドウォッチの方からも音声鳴るみたいな感じなんで、すごい楽しみなんですよね。はい、ということで、もう早速箱見て開けていきましょう。はい、では早速箱の方を見ていきましょう。箱はこんな感じですね。今回のライドウォッチの箱はこんな感じになっております。ちょっとなんか特徴的な箱なんですよね。こんな感じで。こんな感じになっております。で、デラックスビルドライドウォッチ。で、光るなるなんですよね。で、上はこんな感じ。アーマータイムって書いてあって、セット内容がビルドライドウォッチと取扱説明書と。こんな感じにセットするんですね。で、正面はこんな感じで、ライドウォッチシリーズ。仮面ライダージオのビルドアーマー。今回アーマーっていうのがちょっと、あんまそういうことを下調べしないでわからないんですけど、一応これがビルドアーマーみたいな感じで、この副眼の部分にビルドと書かれておりますね。ビルドアーマーにアーマータイムと。で、こちらがビルドライドウォッチですね。で、仮面ライダージオと、バンダイっていう感じになっております。で、横はこんな感じ。もうビルドが映っておりますね。で、こちらは遊び方が書いてありますね。ライドウォッチで遊びが広がると。デラックス時間ギレード。これが武器ですね。で、デラックス時空ドライバー。で、ライドウォッチをセットで連打遊びができると。で、ブッドバソールガンバライジングで、QR コード読み込んで遊ぶことができるみたいですね。はい。なるほど。今年はちょっと一回また様子見になるんですけど、またこちらが、そのライドウォッチによっていろいろな個別音声なんかがあれば、ちょっと今年はこの武器系の、このデラックス時間ギレード買ってみたいなと思っております。はい。で、裏面は遊び方ですね。こんな感じ。1番、別売りのデラックス時空ドライバーで仮面ライダージオビルドアーマーにアーマータイムと。やっぱりビルドアーマーっていうんですね、今回は。で、2番、さらに360度回転で必殺技を発動。タイムブレイク、ボルテック。なるほど。3番、単品遊び。回して絵柄をチェンジ。ボタンを押して光る&になると。ビルドベストマーチ。フルボトルで変身する。天才ライダーはビルドだ。って音声が流れるみたいですね。こちらは後でやってみたいと思います。でちょうどこの時空ドライバーのなんか真ん中のところになんかちょっと、7セグっぽいような感じになってるんですね。これなんか。で、ビルドとか、なんかタイムブレイクとか書かれておりますね。なかなかこの辺が、気になるところではあるんですけど、1ヶ月待ちたいと思います。はい。ということで、こちら中身取り出していきましょう。はい。では、取り出していきましょう。では、行きましょう。新ライダーの変身アイテムと、初ご対面。せーの。ドン！おお、こんな感じですね。なるほど。おお、今回こんな感じは結構重いですね。思ってたよりも重い感じですね。はい。こんな感じですね。なんかストップウォッチみたいな感じ。多分ストップウォッチモチーフなのかな？変身アイテムは。もうなんかそんな感じですね。カチカチなんか押せる感じがしますね。で、あとは説明書が入っておりますね。なるほど。では、まずちょっと遊び方を見る前に、ちょっくら触ってみましょうか。なんか回せるんですよね、ここが。お、回る。あ、反対。あ、なるほど、こんな感じ。あ、で、これで、こんな感じでビルドのこの顔が完成しますね。あ、で、ここまでしか行かないのね。うん。で、こっちも、このなんか、ビルドのライダーズクレストと、あと2017って多分書かれているんですけど、ここまで行って、反対ここまでしか行かないですね。こんな感じ。結
構硬いねこれ。割と硬いんだけど、これこあれなんかな、個体差なんかな。結構こっち戻すときそんなになんですけど、こっち行ってこっち行くときが結構硬いですねこれ。これお子さん大丈夫？結構硬いっすよ。でこんな感じで、まあ回すギミックがあるのと、あとはまあ光るなるって書いてあるんで、まあおそらくここに絶縁シートがあるんで、ボタン電池でこうここを押せば光るって感じかな。こんな感じですね。正面はこんな感じで、ちょっと裏面見ますね。ちょっとなんか QR コードがあるって ありますね。裏面のちょうどここの親指の QR コードがあるんですけど、もしかしたら今回あの登録とかもあるかもしれない、ちょっと隠させていただきます。裏面はこんな感じで、ここはなんか一応認識のこのピンのプレートみたいなのがついておりますんで、まあおそらくやっぱりあのベルトの方でこういう個別認識して、ちゃんとベルトの方からそれ相応な音声が鳴るような感じになってるっぽいですね。なんかまたネタバレ情報なんかも出てきそうな感じがしますね。あとここがなんかボタンになってるんで、これがおそらくこのベルトにこの刺さった時に何かをするとここが押されて音声が鳴るっていう、このガシャット方式っぽいですね。でここにも一応ボタンがあるんですけど、これは多分リセットボタンかな。そんな感じですね。で横はこんな感じで、これが多分スピーカーじゃないかなって感じですね。でこれがボタンです。あとは、まあ、これがこんな感じで多分押されて、まあ、どうかなるってやつですね。でこんな感じ、ちょっとプラスチックの切り切り張り的なものがありますが、あんま気にしないです。はい、ということでこっちですね。こっちで前柄がこんな感じで変えることができますね。はい、こんな感じになっております。ではもう絶縁シート抜いて、おお結構硬い音声確認していきましょう。はい、では音声確認していきましょう。とりあえずここを1回押すと、おお、ビルドって言いますね。なるほど、ちゃんと光ってなりますね。いやこれはいいですね。でもう1回押すと、はい、こんな感じでフルボトルで変身する天才ライダーはビルドだっていう音声が流れますね。いやこれはなかなかいいですね。このなんかガシャッと感があるというか、なんかガシャッとの時にこういじくり回していろんな音声流らしてたなんか時がちょっと懐かしく感じますね。でもう一回押すと、はい、こんな感じで一応目に戻る形となりますね。いやこれはなかなか楽しそうですね。はい、まあとりあえず今ベルトがないんで、何もしないんですけどね。なんか押した僕なんか押した僕何もしないんですけどね。なんか他っとくとこういう音になるのかな。何もしないんですけど、なんかなるんですかねまだちょっと謎がいっぱいあるんですけど、まあとりあえずまたベルトに刺した時どんな感じになるのかも楽しみではあるんですけど、ちょっといじくり回してなんかどんな音声になるかちょっと鳴らせれるようなものがあったらちょっと鳴らしてみたいと思います。はい、ということでなんだかんだで2時間ぐらいいじり回してだいたいわかりましたねめちゃくちゃいじりましたね。今回これめちゃくちゃ難しいですね。ガシャットの時とはもう訳が違いました。はい、ということでやっていきたいと思うんですけど、ちょっと先ほどあの音声確認するときにあのこっちのビルドの顔のパターンはこの格好やったんですけど、こちらの状態の時ですね、この時ちょっとやってなかったのでちょっとやっていきたいと思います。こんな感じになりますね。はい、こんな感じになっております。で一応まあなんか説明書を見ると、時空ドライバーに刺すときはこっちで刺すっぽいんで、ちょっとこっちでやっていきたいと思います。では変身音声聞いていきましょう。はい、ではやっていきましょう。まずここのちょうど天面ボタンというらしいんですけど、ここを一回押します。でまあこんな感じになったら、まあ、とりあえずここにあるボタンなんですけど、こちらの下側ですね、下側を一回押して、で上側も
押しますね。ちょうど押すとこういう感じで点滅しだすんで、ここ点滅しだしたら上のボタンを押して、でちょうど点滅が止まりますんで、この状態でほかっておけば、この状態ですね、こんな感じになります。はい、こんな感じでアーマータイムでビールドってなりますね。はい、ですので点滅して、ちょうど点滅しだしたらこの上のボタンを押して点滅が止まったら、結構時間が長いんですよね。長いんですけど、ほかっておけばちゃんと音声が流れる感じですね。で次がなんかライダータイムっていうのもあるんですけど、こちらは今度この下の方を外してもらったら、またこういう感じで点滅しだしますんで、もう一回この下のここのボタンですね、ここを押しますと点滅が止まらないんで、もう一回押してあげますと点滅が止まります。はい、こんな感じで今度はライダータイムっていう音声が流れますね。アーマータイムとライダータイム、こんな感じになっていますね。ではもう一回やってみましょうか。今度はじゃあアーマータイムいきましょう。アーマータイムはこの上を外してまた点滅し始めますんで、もう一回押すと、こんな感じで点滅が止まりますね。2回押すとですね、2回押すと点滅が止まります。アーマータイム、はい、で次がライダータイム。今度は下を外して点滅しだしますんで、押してもう一回押すと、おそらくこれが変身音になるんじゃないかなと思います。で今度必殺技遊びなんですけど、一応説明書の遊び方で、こちらのデラックスビルドライドウォッチの方の点面のボタンを一回押しますって書いてあるんで、これ一回押して、これが本当大変だったんですよね。で今度はこれまた今点滅状態になったと思いますんで、この状態これずっと押しっぱなしですね。押しっぱなしの状態で点面ボタンを押してもらって、またこういう感じで点滅、まあ多分待機状態だと思うんですけど、この状態になったら今度下外しますね。下外してもう一回押して、もう一回外してもう一回押すと、そしたらまた点滅止まるんで、はい、という感じでボルテックということで、これがおそらく必殺技の音声ですね。まあ多分必殺技の音声自体は時空ドライバーの方から流れる形となっていると思います。もう一回やっておきましょう。やって点滅しますんで、この状態から下を外して押して、もう一回外してもう一回押すと、はい、これでボルテックの音声が流れますね。はい、でこれが着脱音になっておりますね。でまあ変身するときなんですけど、一回この点面ボタン押しましたけど、点面ボタン押さなくてもこれ普通にこう押してこう押せば、で外して外して押して押せば普通に音声は流れます。はい、こんな感じになっております。いや、とりあえずベルトがなくても音声は聞くことはできますが、まあちゃんとベルトの方からも別の音声が流れるみたいな感じなんで、またこうベルト入手してからもちゃんとやってみたいと思いますが、まあ単品でもこのような感じの遊び方ができますよっていう、まあ遊び方をちょっと説明してみました。はい、でまあちょっと先ほど説明するの忘れたんですけど、ちなみになんですけど、これ普通にここのパーツが取れますね。で取れまして、まあ、こんな感じで普通に多分ここに電池が入ってると思うんですけど、ここのちょうどボタンを押せば、ここがスッと動いてボタンが3つ入ってる感じになっております。でこの状態でちなみに発光させることもできますんで、ちょっと発光させてみたいと思います。こんな感じですね。はい、こんな感じになっています。で戻すときは
ちょっとここの状態ですね。ちょうどここの一番こっちにひねった時の時計の反時計回りの状態でひねった時の状態でここでやれば戻りますね。こんな感じで、うん、戻ります。さっきからこれ何やろうな、ここを押しとるのが反応しとるっぽいですね、どうもそんな感じですね。外し方も一緒ですね。半時計回りで一番端っこに来た時にポンと引っ張れば抜けます。結構なんか簡単に外れますね。はい、こんな感じですね。で、一番初めに急に鳴った音はおそらくここを僕が押してた音ですね。はい、という感じになっております。いやー、ライドウォッチ楽しみですね。はい、ということで今回は仮面ライダージオライドウォッチシリーズのデラックスビルドライドウォッチを使って音声確認をして遊んでまいりました。いやー、こういった感じでこの変身アイテムの方からも単品の音声が鳴るのもすごいいいですし、ちゃんとベルトの方からも連動音声が鳴るのは非常にいいですね。まあ、例えばなんか新しいライダーとか出た時にやっぱりちょっと制作段階の時にはこう予定なかったものとかがこの商品化されてしまったりすると、どうしてもなんか音声が単調になってしまったりってこともあるんですけど、やっぱりこういった感じのものはこちらの音声をしっかり作っておれば、こうベルトに連動させた時にちゃんとその音声が鳴ってくれるっていうのは非常に楽しいと思いますんで、またこのような感じでガシャッとっぽいようなものが出てくれてよかったなと思っておりますし、仮面ライダージオがどのような話になるのかは非常に楽しみではありますね。平成ライダーがとりあえず全員登場するっていうんで、やっぱり皆さん気になるとか、キャストがどのような感じになるのか、オリジナルキャストなのか、ちゃんと当時演じていたキャストの方がまた再びライダーを演じてくれるのかっていうのは非常に楽しみではあるとは思うんですけど、やっぱ個人的には僕は去年ちょうど平成ジェネレーションズファイナルで、まあ、その前に福士蒼汰さんのもう一回福士フォーゼが見たいなって話をしてたんですけど、まあ、その念願は叶ってくれたんで、まあ、今回の願いとしては、まあ、仮面ライダーダブル、僕は平成ライダーでは一番好きなんですけど、左翔太郎役の桐山蓮さんと、まあ、ちょっとどうしても設定上姿を映すわけにはいかないと思うんで、まあ、声だけでもいいんで、また菅田将暉さんにフィリップの声をやってもらいたいなっていう願いはありますね。もう叶うと本当嬉しいんですけど、とりあえずまず仮面ライダージオー自体が、まあ、どの俳優さんが演じるかってことはとりあえず火曜日かな、火曜日に確か分かったと思いますんで、またそちらも楽しみにしながら仮面ライダージオーに備えたいなと思っております。まあ、とりあえずビルドですね僕はビルドの映画は、日曜日、多分この動画は土曜日に上げるかちょっと日曜日に上げるか分からないんですけど、まあ、とりあえず日曜日の昼に見たいなと思っておりますんで、また映画でグッズ販売とかもあると思いますんで、まあ、そちらのグッズ販売で気になるものがあれば買っていきたいなと思っておりますし、あとは、まあ、確か入場者特典もあったと思いますんで、まあ、そちらの開封も動画作っていきたいと思いますし、あとまあ同時に感想の動画なんかも作っていければ作っていきたいなと思っておりますんで、またそちらもよろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。